どうも、タケヨネットです。今日もよろしくお願いします。親父の素人テイスティングですが、毎日何かを飲んで何かを喋っております。お酒飲みながら、お酒好きな方、ぜひチャンネル登録してみてください。今日はアイリッシュウイスキーを初めてやってみたいと思います。ブッシュミルズです。アイリッシュというとね、他のウイスキーを思い浮かべる方も多いと思いますが、たまたま手元にっていうか、もうこんだけ飲んでるんですけど、あったんで、まあまあこれから行ってみようかなということで、ブッシュミルズを飲みます。でですね、ブッシュミルズ、すいません、これちょっとパソコン見ながらやってるんで、マウスを使ってます。ブッシュミルズはすごいんですよ。1608年創業の蒸留所という、あの触れ込みですね、触れ込みっていうか、そういうことになってます。でですね、大麦麦芽は全てアイルランド産、そして、まあ、アイリッシュウイスキー伝統の3回蒸留ですね。ということで、ここにも書いてありますけど、スムース&メローって書いてあります。かなりスムースだと。で、3回蒸留ということですね。で、もちろん、もちろんというか、モルトグレーンのブレンディットウイスキーです。700ミリで 40% アルコールがね。だいたいネットでは1200、300円で買えるかな、これは。っていうところです。で、まあ、とりあえず、開けて飲みましょうかね。はい、ではストレートを飲んでみたいと思います。色は結構薄めですね。薄めのゴールド、美味しそうです。いただきます。はいはいはい、麦芽が完全にノンピートな、完全にっていうのもおかしいけど、ノンピートなんで、やっぱり普段飲んでるウイスキーとは香りが違いますね。完全にノンピートっていうのは、まあ飲みますけど、僕はピート好きなんで、久々な感じです。ちょっとアルコール臭かな。いただきます。うわ、久しぶりにね、アイリッシュ飲みましたけど、全然アルコール感ないですね。まあ、こんだけ減ってるんで、こなれてるっていうのもあるんでしょうけど、スムースっていうのがそのまま当てはまるような味ですね。で、大麦麦芽の味なんでしょうね。麦芽のそのまま、全然ピリピリ来ないです。麦芽の甘みが生きてますね。スムース、香りもおとなしい、いい香りですね。ラインナップはですね、まあこのブッシュミルズ、まあ、これが一番安いやつですね。そしてもう一個ランクが上なのがブッシュミルズブラック。これ2000円ちょっとかな、ネットで。定価はね、参考小売価格2300円になってます。もうちょっと安く手に入りますね。そしてシングルモルトの12年、これが参考売価4500円。確かね、これも4000円までネットでは買えます。そしてブッシュミルズシングルモルトの10年、あ、こっちの方が安い、3500円。これも3000円ぐらいでネットで出てるかな。そしてハイクラスになると16年と21年、まあこの辺はね、値段が結構するんで、アイリッシュ好きな方は、まあこの辺まで出して買うかなっていう感じがちょっとします。
そしてホームページ見るとハイボール、ブラックブッシュ&コーラ、アイリッシュオンザロック、アイリッシュストレート、飲み方4種類あの紹介がありますね。で、それぞれこれはハイボールがいいよと。で、ブラックブッシュはコーラでどうぞと。で、12年とか、になるとオンザロックで。そして年代物の結構いいやつ、16年だったっけ、21年とか12年とかになると、ストレートでどうぞっていうふうにホームページでは書いてあります、ちょっと加水してみましょうか。ちょっと加水しました。あ、香りがね、あ、華やかだ。わかった。あの香水みたいな感じになってきますね。ちょっとあの華やかないい匂いがします。ノンピートだから、あのそういうピートとか煙ったさが全然ない分、華やかさが際立ってますね。あ、水入れると分かりますね、やっぱり。あ、これは美味しいです。ノンピートの中では、最近飲んだ中では、結構上位ですね。一番かな。やっぱりスコッチとも違う、バーボン、アメリカンとも違う。そしてこの前飲んだ CC カナディアンクラブ、あれとも全く味わいが違いますね。やっぱりカナディアンはちょっとアメリカンっぽいとこありますけど、これは三階上流のすごく本当、なんだったっけ、スムーサンドメロ、メロはよくわかんないですけど、スムースは本当スムースです。はい、ではロックをちょっと立っていただいて、で最後にハイボールしたいと思います。はい、ではロックを作りましたのでいただきたいと思います。タルカンが出てきました最近ずっと言ってますけど、ロックになると僕ちょっとタルカンがちょっとだけ気になる。でもね、嫌な感じじゃないです、この前ね、ムーングローを飲んだ時に少しタルカンの話をして、僕ちょっと水ならが少し苦手かなって話をしてたんですけど、ムングローもタルカンタルカンって言って、まあ悪くないって言ったと思うんですけど、ムングローのグレン原酒の方には、グレン原酒は水ならはちょっと使ってるらしいですね。だからちょっと引っかかったのかなと思いました。まあ改めて撮影終わった後ホームページ見てて思ったんですけど、っていうか撮影の前に見ろよって話なんですけどまあね、時々そういう情報不足のこともあります。これはでもね、ロックになんてやっぱり苦味が出てきますね。タルコート、ちょっとロックよりもハイボールじゃないや、ストレート加水の方が飲みやすいんです。ロックの方がちょっとこの苦味で飲みづらい人もいるかなと思います、正直。はい、では最後に炭酸を足してハイボールをちょっと飲んでみたいと思います。一応ねホームページでこれハイボールおすすめって書いてある。ではいただきます。ちょっと作ります。はい、では炭酸を足してみました。ハイボールと言いながらロックグラスなんですけど、ロックグラスというほどのもんでもないですけど、普通のコップです。いただきます。はい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 。ロックよりいいです。苦味とタル感がだいぶなくなって、
このウイスキー特有のスムースさが表に出てきてます。そして僕ちょっと言ったと思うんですけど、華やかちょっと香水みたいなイメージだからね、やっぱ三回蒸留っていうのがやっぱあるんでしょうね。ちなみにスコッチはだいたい二回が多いです。二回蒸留ね。で、三回蒸留、まあ蒸留をね重ねるごとにアルコール分も高くなりますし、雑味がどんどん取り除かれていきますから、三回蒸留ということはより雑味のない味っていうことですね。ですのでこれは本当に雑味がないハイボール。日頃ね晩酌では結構ウイスキーだとどうだろう、やっぱスモーキーが好きなんでティーチャーズとかを好んで飲むんですけど、全然やっぱ違いますね。ブッシュミルズいける。これちょっとブラックも今度試してみようかなって気になりますね。まあスモーキー好きな僕でもなるぐらいですから、普通のウイスキー好きの方おすすめです。これ美味しいな。なんかもそうだったけど、ハイボールで美味しいウイスキーが最近ちょっと多いような気がするのは僕だけでしょうか。だけでしょう。美味しい美味しい。はい、ということで今日はアイリッシュウイスキーをやってきました。アイリッシュウイスキーでもこのブッシュミルズ、これを飲んでみました。まあ感想で言うと、ちょっと一個上のブラックも飲んでみたいなっていうふうに思わせるような味わいで、本当にスムースです。雑味がない、嫌味がない。だからウイスキーあんまり飲んだことないよっていう方でもこれはおすすめです。ぜひお試しください。ということでこんな感じで、僕の個人的な意見ですけど、親父テイスティングって言ってますけど、親父テイスティング毎日やってます。お酒飲みながらちょっと見るのにちょうどいいぐらいの番組かと思いますんで、ぜひお酒好きな方はチャンネル登録していただけたらなと思います。ぜひよろしくお願いします。では今日はこの辺で終わります。タケオネットでした。最後までご視聴ありがとうございました。